パーセントパーミルパーセント記号は、パーセンテージを表すときに使用する記号で、数字の値の後ろに表記することで100分の1を表す。同じような記号に、パーミル記号もあり、この記号は1000分率を表し、1000分の1を意味する。また、ほとんど見かけることはないが、1万分の1を意味する、パーミリアド記号も存在する。P100 の妖霊、1339年、PC の要例。 長い横棒は変形した C の一部、1425年、パーセントを成立させた記号の要例、1648年、イタリア語のパーセントに由来するとする説。仮定が異なるバリエーションがあるが、以下ではデースミスによる説明を中心に述べる。古くは専用のパーセント記号はなく、パーセントから、バー100、P100、P セントなどと書かれていた。 1425年頃、PC に、セントの最終文字、O を小さな丸として添えた記号が現れた。1650年頃、C の部分が変形し、パーセントを成立させたような記号になり、さらに、P が脱落した。1925年頃には、斜め線を使った形が現代的とされた。このほか、若干異なる、次のような説明もある。 100を変形させ、1を1本の線に略して、1をずらし、パーセントとした。数字とパーセントの記号の間にスペースを入れる流儀と、入れない流儀がある。国際単位系の規則では、数値と単位記号の間にスペースを入れると規定している。の場合は、スペースを入れない、パーセントを表す。関数字の大技のように、ミスや改ざんを防ぐためマイナス記号の代わりに使われる。 ただしこの記号は、や、の形にグリフされることも多く、ユニコードでは、この用途には別の符号点 U プラス2052が用意されている。アスキーコードに収録されていて入出力しやすいことから、プログラミング言語や CUI シェルなどで本来の意味を超えて特別な意味を持たせていることがある。C 言語の書式付け入出力関数では、書式指定を示す。 例えば、D で、整数、C で1文字などの出力となる。他の言語でも、同様のものが見られる。常与の演算子として使用する言語もある。C 言語の例、INTA イコール 25%725 25を、7ではた余りの4が A に代入される。C 言語では整数型のみだが、Java では、実数も扱うことができる。MS DOS や Microsoft Windows などでは、 標準のコマンドラインインタプリタにおいて、環境変数を表す記号として使用されている。エコーパーセントパスパーセント、パスパーセントが、環境変数パスの値に置換された後に、エコーコマンドが実行されて、パスの値が表示される。ありがとうございます。